はい、どうもこんにちは。東大阪市慢性腰痛専門整体のぞみ院長の岡野と申します。本日も動画をご覧いただき本当にありがとうございます。今回ですけれども、あなたにお伝えしていく内容はですね、腰痛です。で、腰痛の中でもどういう腰痛かっていうと、前にかがんだ時に腰が痛い、そして後ろに体を反らす時に腰が痛い、そんなあなたに向けての腰痛の改善のストレッチになりますので、ぜひ最後までご覧いただければと思います。はい、ということで早速やっていくんですけれども、どこを使っていくかというと、腰の筋肉です。腰方形筋っていう筋肉になってきます。はい、でそれを使っていくんですけれども、まあ、それがどこにあるかっていうとですね、自分がですね、まあ、腰をですね見つけてもらって、まあ大体ですね、この肋骨上の部分と、まあ、要はもう腰の真ん中です。背骨を見つけてぐーっと外に行ってもらったら、くびれる部分なので指がね、こうストーンと落ちる部分がありますので、そこをですね、ぐーっと横からですね、横からぐっと入れてあげてください。ここが腰方形筋という筋肉になってきます。なので、ここが硬くなると腰痛が出る方っていうのは非常に多いです。まあここ自体が腰なんで、もちろんね、痛みは出てきます。なのでここを使って、やっていきます。で、まず最初にですね、体の前屈、要は前にかがむこういう動作と後ろに反らす動作でどこまでいけるかなっていうのを、実際ですね見てください。自分で、まあ大体僕だったらこれぐらいだなっていう感じですよね。こんな感じで見ておいて、で後ろね反るときどれぐらい、これぐらいかな、反れますよねっていう感じで見ておいてください。で早速やっていくんですけれども、これはもう非常に簡単で、ここね、さっきのところを押してもらいます。この押した状態でこのままね前にかがみます。で次はですね、反らします。もうこれのね繰り返しです。前にかがみます。まあ横から見ると前にかがみます。こんな感じで後ろに反ります。まあ押さえた状態でですね、前に倒します。このぐらいで止めます。で次後ろに反らします。で、まあ、一度前にかがんで、で後ろに反らします。でもう一度前にかがんで後ろに反らします。まあ大体これをですね、まあ3セットから5セットぐらいやっていただければ、しっかりとですね前屈の動作っていうのができやすくなってきます。前屈であったり、後ろ反らす動作ですね。で早速これでね見ていきましょう。でぐーっと、これさっきよりね、まあ曲がってるんですけど、まああんま分かんないですもんね、今動画だと正直分かんないですけれども、で後ろ反らすの方が多分分かりやすいかもしれないので、それで見ていきましょう。でこんな感じ、結構いってますよね、結構いってます。なのでこの腰椎、腰の動き、腰椎っていう、まあ要は背骨の、腰の背骨の部分がこう動きやすくなりますので、これをやっていただくと、前にかがむときに腰が痛い、そして後ろに反らすと腰が痛い、そんなあなたはですね、この腰方形筋という筋肉が非常に関わってくる可能性がありますので、ぜひですねやってほしいと思ってます。はい、という形で今回ですね、腰方形筋を使った、腰の解消ストレッチ法というのをお届けしました。ここを押さえて、で前屈後屈を3セットから5セットすると、あなたの前かがんで痛い腰痛、後ろへすると痛い腰痛っていうのは少しでも緩和されるんじゃないかなと思います。ということでですね、ぜひ、私のですねチャンネル登録、そして、高評価、あとコメントですねいただければ嬉しく思うので、ぜひよろしくお願いします。それではですね、頑張ってください。バイバイ、失礼します。